日本選手権男子400メートルリレー予選、続いて第2組です。出場チームとオーダーは2レーンが空きます。第3レーン、東海大学、岩崎くん、渡辺くん、小林くん、増田くん。第4レーン、新潟医療福祉大学、逸見くん、横川くん、山川くん、倉部くん。5レーンが空きます。第6レーン、早稲田大学、橋本くん、須田くん、玉井くん、徳山くん。第7レーン、駿河台大学、川本くん、小林くん、篠原くん、千葉くん。第8レーン、ユティック、田中くん、吉田くん、小林くん、村田くん。第9レーン、アローズジャパン、川瀬くん、平野くん、伊藤くん、野外くん。以上の6チームで予選は第2組です。スタートしました。予選の2組です。東海大学、新潟医療福祉大学、早稲田大学、駿河台大学、ユティック、アローズジャパンの6チームです。2走へ渡りました。第3走者へ。アンカーへ渡ります。さあ接戦です。6レーン、そして3レーン、東海大学です。9レーンはアローズジャパン、そして早稲田大学、ユティック。スクリーンの方にはリプレイが出ています。そして結果です。1着は東海大学39秒44、2着はアローズジャパン40秒12、3着新潟医療福祉大学40秒24、4着には早稲田大学40秒39、そして5着は駿河台大学40秒48。結果確定です。